なんか奥田さん、はい、今年また年末に本出すんですって、はい、まあ、あのゆで論もそうだけども、奥田さんってなんかメッセージを込めていつも本作ってるんじゃないですか、うん、はい、なんかこれを読んでもらいたいターゲットが決まってて、はい、でその人そのターゲットに向かって 何かをこう配信するみたいな、はい、ゆで論もあのスタッフに対してですね、はい、パスタのゆで方とか、うん、あれを伝えるためでしょ、はい、そうで、今度出す本はどういうあれなんですか。まあ、若い料理人の方たち、うん、で、まあ、これから、まあ、これからまた時代が私たちの時代と違う修行していくと思うし、うん、求められることも違うので、そういう子たちの成長の何かのためにいいなと思って、うん、そこをターゲットにして書きたいと思ってます。なるほど、はい、うん、じゃあそこら辺で、うん、まあね、本を作ってる方がいるんで、はい、ちょっといろいろと振ってください。はい、まあ、あの若手料理人、今コロナを経た中で、僕料理人このまま目指していいんだろうか、私このまま料理人あるいはパティシエも含めて、うん、まあ、なんかそうですよね、減ってるんですよね今飲食、はい、すごく不安、ね、ね、うん、不安に思って、うん、確かにあのコロナの最中に、うん、途中にあの飲食業って結構みんな離れていったじゃないですか他の業種に、うん、はい、でそういう他の業種に行って戻ってこないのと、あと調理師専門学校に行ってもなんていうかな、もっと割と軽いカフェとか、うん、修行はしたくない、料理は好きだけど修行はしたくないって、ね、うんうんうん、そんな感じになってきてますよね、うん、今年も今そういう時代を見てどう思います。いや率直にやっぱり今の時代なんだなという、昔はね、我々の時代って結構もう休みなしでもともかく朝から晩までの一生懸命修行してっていう、ね、うん、だって日高シェフのようになりたいとか、うん、今はそこまで切磋琢磨ではなくても、いろいろやっぱネット関係で情報源が多いから、うん、やっぱり見方がどうしても浅くなっちゃうんですよね、うん、だから浅くなっちゃうイコール自分の夢も浅くなっちゃう、うん、でその夢というふうにカフェでちょっと可愛い子がいて料理を埋められたらそれでも満足、うんうん、えっという感じですけどね。なんかおしゃれな料理提供できればいいって感じですよね。奥田さんどうなんですか。奥田さんは我々ちょっと下ですからね。あ、うん、まあ、料理界でスーパースターができづらくなってる。あ、うん、私たちの時代ってスーパーシェフたちがいっぱいいて、うん、まあ、こういう人になりたいとか、うん、こういう人になると本が出るんだとか、うん、まあ、こういう人になるとメッセージをこう本の中に込めて出せるんだとかっていう、うん、叶わない夢がそうなることによって叶うっていうのがあったんですけど、ハングリー精神ありましたね。そうなんですよね、うんうん、まあ、そうでもしないと、やっぱ飲食に入る人ってどっちかって言ったら、まあ、勉強の落ちこぼれだったりとか、うん、なんかこう率先して飲食っていう部分をあの最初から行く人が少なかったんですよね、うんうん、ありましたね、うん、時代が。でも一時代こうスターシェフとか出てきたから、うん、割と華やかな世界だということで、うんうん、まあ、割と誰でも彼でもこうあの飲食に入ってきたけれども、うん、途中でこう挫折をしてしまう人が多かったですもんね、うんうん、はい、うん、多分その中のそういうふうになりたいっていう思ってくる人はいるんですけど、途中のこうなの途中でみんな挫折していくんですよ、うん、やっぱこうかなと思う。だから誰かがスーパースターにならないと、うん、あのいいですか、ちょっとあの若い方って覚えなきゃいけないことがたくさんある中で、もう自分の限界を感じながら今おっしゃった挫折があると思うんですよね、うん、で料理人冥利に尽きる、ああよかった、これ料理人になってもうこんな幸せなことがないっていうのを経験しないまま、もうその世界から足を、まあ、洗ってというか引いてしまっている場合も多いんじゃないかと思います。お三方が料理人になって本当に良かったと思うエピソード、ちょっと、うん、まあ、まず今年ですね。まあ年齢が一番上だからと。僕は料理になって良かったなと思うことは、まあ、今僕はまあ、一途に料理教室もやってます。で今年でもう28年、足掛け約30年なんですね。でその中で来てる生徒は3分の1はその当時のまんまの方なんです。だから30歳近く女性も年を食ってる、もちろん僕もそうですけど、うん、でそういう方がね、未だ持って来てる
でそこでまた新しい方も、まあ、増えてるわけですけど、料理を通して何でしょうね、その今40後半の人は OL 時代で独身です。でそこから結婚して、あの夫婦起きて子供ができたお母さんです。だからその3世なんですよ、自分のその一人の人生の3つの人生、独身 OL と夫婦とお母さんだったっていうのを目の当たりに見て生きてる。で中にはその子供が来て、お母さんの子供が来て生徒になってるっていうね、人の人生をいろいろ垣間見れる料理人、そこに僕面白みはすごくあるな。あともちろんあの料理を作って喜びを与えるというのは当たり前のことなんですけども、まあ、それは当たり前として、その個々の人生観を自分の作ってる料理と共有し合って、その中でこう楽しめるっていう生徒間でね、そういう人たちが集まってくれてる。まあ、自分の存在感ももちろん認識して認めてくれてる、まあ、それが料理人として僕は、まあ、料理やってて、あ、よかったな、一人の方でも、あ、こうやって自分の存在感を認めてくれる方がいる、で同じ時間を共有する、で僕のやるイベントに対してその人の1日24時間のうちのね4時間5時間を自分にこう費やしてくれる、これってすごいことじゃないかなと率直に思った、うん、あの後藤シェフ その料理教室の集まりってうちでよくやってくださって、ずっと同じ顔ぶれで何十年続いてるんですよね。レシピもよくこんだけ持ってたっていうのもあるし、でその来てる人たちのそれぞれの人生をね、なんかこう、うん、背負ってるわけじゃないけども共有してるのね。で共有してる部分でこの食事会の中でもなんかその話題がなんていうかな、尽きないんですよ。今おっしゃったことはあのすごく分かるんですよ。後藤シェフ今料理教室固定の場所じゃなくてもどっか移動しても、うん、お皿から何から全部持ってって、でメニューもすごい細かい料理をねやってるんですよね。素晴らしいです。じゃあ、うん、で、そうだね、僕はあの素晴らしいと思う、うん、お客さんが来ていろんな目的を持ってお祝い事とか来た時に、キッチンとホールとお客さんの気持ちが一つになって、何一つあの失敗なく、また気持ちが一つになれるというのがまず醍醐味で、あと長い目で見ると、まあ、子供の頃からうちの料理を食べてる子が18歳になって卒業の時に来て、20歳になったら成人した挨拶に来て、その後恋人できたら来て、その後結婚していくと、すごい稲葉臭かった女の子がどん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 綺麗になっていく、それを見れるのも好きです。飲食ってそうですよね、そのお客さんとの歴史を共有できるっていうか、それがあるから。じゃあ次は面接聞きました、ね、ちょっと浜田、はい、うちの YouTube の人気者の浜田です。メインディッシュは浜田のスペシャリティです。はい、そうですか。はい、彼のスペシャリティ説明は、あ、はい、こちらです、はい、すいません、失礼します。本日はあのまかないで僕がよく作るタイの顔まんがいを、はい、イタリアンで仕立ててしまいました。タイの顔まんがい、顔まんがいっていう、あの顔まんがい、はい、鶏をお米と一緒に炊いて、その鶏はまあちょっと蒸されたような茹でられたような鶏なんですけど、その料理を、ナンプラとあとチリソースとかで食べるタイ料理なんですけど、チキンライスって言われてるこちらの東南アジアの料理で、顔問題何も中国、東南アジアです。あ、東南アジア、シンガポールとかタイとかそちらの方で食べ、よく食べられる料理なんですけど、それを本日あのイタリアンでご用意させていただきました。この奥はお米なのね、これ、はい、その顔まんがいは米と鶏を一緒に炊いてあるので、それをリゾットで焼いてご用意させていただきました。で、あとサラダの方は、パクチー、タイでよく使われるパクチーをコラトゥーラと一緒に炊いて、で周りの赤いソースは、スイートチリソースではなくて、アラビアータを少し甘めにしたソースでご用意させていただきました。いただきます。はい、お
でも料理ってこうお客さんとのこう関わりもそうですけども、やっぱり一緒に働いてる人とのね、うんうん、いろんな関わりも、いつまでも部活動やってるなって、うん、うん、部活動で下級生だったのが上級生になって、うん、いつの間にかキャプテンになって、うん、でもうチャンピオンシップに向かってこう行ってるようなね、うん、普通なら学校なら3年で別れるような子たちとずっといてやる、うん、そのスタッフは成長していくのも楽しいし、うん、そのスタッフは結婚していく時の、うん、こうその子の人生に大きく関われるっていうのも面白いです、うんうん、3人共有して共通して言えるのはその人の人生が見れるっていう印象ですよね、うん、料理を通してやってて、そう、うん、そうなんですよ。まあ、レストランに来てくれる方々もやっぱりいろんなシチュエーションで来てくれますもんね、うん、お祝いであったり、そうですね、なんか大切な時であったりね、うんうん、幸せなことないですよ、うん、幸せなその人の1ページに自分もいてる。レストランは不幸の時には基本的に来ないからね、うん、やっぱハッピーな時に来ますからね、うん、だからハッピーな時に出会えるわけですから、うん、これってすごいことですよね、うん、それに負けないぐらいのオーラを持ってこっちも接しなくちゃいけないわけですから。そうそうそう、まあ、うち、まあ、法事で来られますけど、法事で泣きながら食べる人じゃないですよね、だから思い出話しながらね、うん、そういうところで、うん、あのみんなが集まってっていうところですからね、うんうん、そういうところでの食事の提供もそうだし、そこに関わってるスタッフたちの、うん、奥田さんが今一番悩んでるのが人をいかに育てるかっていう、うん、そうですね、やっぱり辞めていく人が多いんですよね、どこでもね、うん、奥田さんが後藤シェフについていったのはやっぱり一番何なんですか。キラリと光るものは光るもの、でもやめたいと思ったことは毎日逃げ出したいって感じ。マイミスとピースオブマイミスを聞いてた、うん、でお店に行くときはロッキーかトップガンのテーマを聞いて気持ちをこう戦闘風にして、で、後藤シェフのパワーに負けないようにする、うん、でもあれも今思わかすとすごい、うん、もうオリンピック目指すぞみたいな感じだったんで、うん、すごく。であと入れたのは、まあ、飲食業界に夢があったし、この飲食って仕事は人を幸せにもできるし、うん、めっちゃこう地域まで帰れるんで、うん、まあ、この自殺が多い町を自殺者の少ない町にもしたいなって思って、本当に田舎暮らしの本っていうので全国住みたい街コンテストで東北で三冠王になるんです。でそれも食べ物が美味しいからっていうので、うん、明るい街になっちゃったんです、食で、うん、で多くの方々を幸せできる、うん、それはお客様だけじゃなくて生産者もできるってとこがすごいです。あと、うん、会えない人に会える、うんうん、この人とは会いたいと思ってるってほぼ会えちゃう、うん、僕はちなみにローマ法王ダライラマさん、天皇陛下、うん、あとはアンリ、ミスチル、うん、あと料理人も意外に、まあ、僕は海外とか行く時もほとんどタダなので、あの料理を作るだけタダになっちゃいますよね、うん、日高シェフも料理作ったりイタリアの街を案内するだけタダですよね、うん、それができるっていうのはすごくいい。あとパンがいっぱいできる、自分のパンがいっぱいできるので、うん、まあ、旅行会社から日高シェフと行く、あと注文店の旅とか行っても日高シェフにはもうすでに日高シェフファンがいっぱいいるので、そういう旅行商品を旅行会社が作ってくれる、その結果日高シェフはタダでイタリア旅行ができるっていう、普通はねお金1回行けば50万以上飛んでいくんです。でも料理をしているがためにそういうふうにファンの人ができて、ファンが多いレストランにいるとそういう旅行商品ができるっていう、あのいろんな人がお金がかかることがお金がかからなくなりますよね、うんうん、まあ、でも本当、まあまあ、どの仕事もそうでしょうけども、やっぱ極めたら やっぱり自分がやりたいことができる責任も負ってくるでしょうけども、うん、まあ、そこに行くまでの過程がやっぱりそこで挫折するじゃないですかみんな、うんうん、まあ、周り見ててもやっぱり消えちゃった人結構多いですよね、うん、友達でもそうだし、その若い子たちも、うんうん、まあ、そういうところに、まあ、時代時代もやっぱり違うでしょうけども、うん、昔はね、今年は我々の時もどっちかというともうやめていいっていうみんな感じで下の子と付き合い
結構ですよね。ね、結構突き落としてる、ね、感じ。それでついてくる人はもうちゃんと残ってるし、うん、今なんか逆にねもう やめたら困るなっていうようなところがあるから、妙に気を使ったりね。すごいですよ気の使い方はね。うん、なんと落とせるは僕に言った言葉は全部僕が言ったらもう今で言ったらパワハラですもんね。いや完全に捕まります。完全に捕まります。うん、でも僕はそれで OK って捕まる。うん、でもあればかかこうね魂を揺さぶって、うん、あ生きなきゃと思う。もう何百回捕まってるね。うん、困る。そんな感じでしたね。いやまあそのぐらい本気で教えてたし、うん、こっちも本気で受け取ってた。うん、それ30年前でしょ？ね、約30年ちょっと前。そうですね。これから30年ちょっと後ってどんな世界になってるんですかね？30年後。5。うん。多分キッチンに。まず僕はもう いませんね、この世には。僕でしょうが大丈夫。まだ、まだ。87。やってるな。ひどいしちゃうからギリギリな。もういませんか。うん。まあ想像つかないですけど。30年後ね、どうも。多分 AI が入ってる。うん。玉ねぎ切りマシーンとか、日高シェフのバジルペーストを作るマシーンとか、まあ、機械で代用することはできててもやっぱりその人が作んないとそっていうのは絶対それは現実だと思うんですね。究極の可能性思考です。だ料理も多分 ロボットなんかでもう AI でほとんど完成近いものを作るでしょうけども、 それをシェフが作るのとやっぱり違うっていうのはね、分かる人もいるけども分かんない人もいっぱいいるわけだし、うん、うちの下処理は AI になってるんじゃないですか。下処理ね、玉ねぎのみじん切りとか、うん、玉ねぎのみじん切り我々の時はやっぱりやってたけど、ある部分ロボクープっていうのが代わりにやって、うん、で今はなんかこうもっと便利な機械いっぱいありますよね。あ、そう、うん、最低労働賃金がどんどん上がるから、うん、あの上がると僕たちは去年に入った新入社員の給料も今年の新入社員の給料より高く値上げしない時期、うん、そうするとその前に入った子もこうみんな全員こう上がってくる。そう考えると多分、うん、見習いの子たちの方は全部機械作業になっちゃうような気はしてます。うん、でも飲食店って人を感動させる料理って本当に家内製手工業と一緒で、最初から全部あなたのためにこの料理を完成させるためにこうやって切ってますとかいう、そういうところなので、そこがどうなるかあれですね。うん、でもこの職業はすごく夢のある職業で、まあ、いろんな夢が叶うし、まあ、下手したら今政治も動いてくれる。今皆さんの年の代にはもっとより良い飲食業にするために今頑張ってます。うん、飲食業の代表として、まああの。いろんな料理人たち、あと政治家の人たち、いろんな業界の人たちと一緒に活動されてますので、奥田さんは、はい、うん、まあでもそういう動きが前は確かに乏しかったけど、今そういうふうになってきてるっていうのは、ね、やっとなった、うん、まあ、それもやっぱり後世に引き継ぐ部分の上がやんなきゃいけないことであるんですよね。うん、で一方その後世後の人たちがやんなきゃいけないこと、若い人たちがやんなきゃいけないことって何でしょう。まあ、必ず先輩の方を敬うっていうか、例えば日高シェフの代で日高シェフがいろんな時代の中でできなかったこと、そういうのを先輩の人から話を聞いて、その人の代わりに自分の体を使ってやっていく。で必ずこう時代の流れとか歴史を見ていくと、次にこういう人が現れなければいけないっていうふうになるんです。で日高シェフも実は日高シェフがいたから今日本のイタリアは高単価取れてる店が多いんです。日本のイタリアンに、安かったイタリアンの単品のコース料理のないイタリアンに初めてみんなにピラッてこうキラッて、あ、こうなれるんだな、イタリア料理やるとっていう希望を見出してくれた日高シェフがいるから今こういうふうになる。なのでそういう人たちがいて自分たちがやれるってことを大事にしていくと、その先輩たちがやれなかったことを話を聞いて自分の体を使ってやっていくと、必ず時代が味方してくれるんですよ。で時代が味方してくれるといろんな人と会えたり自分の夢が叶ったりしていくので、あのちゃんと先輩のことをいろいろ勉強して、あ、今平田シェフがいたからこういうような世界があるんだな、
後藤シェフがいたから今の自分がいるんだなっていうことをちゃんと感謝してやっていける人が必要になって、特にあのコロナの時いろんなことがうまくいかなかった人は感謝の気持ちを忘れた人たちがそういうふうになっていったので、地球に感謝する、人に感謝する、そういうことをやるとすごく、はい、人生開けてくると思います。素晴らしい、はい、私は素晴らしい、うん、それは常に後藤シェフにも思ってます。後藤シェフは織田信長だと思ってて、日高シェフは豊臣秀吉だと思ってる。その子中根なら、ホトトギスの話って、僕たちの納得は嫌です。そう、そうだけど、まあ、ちゃんとアナログを出すさすが、日高シェフの素材の使い方と、うん、後藤シェフの素材の使い方の違いにある、うん、あの日高、あの後藤シェフは、ね、注文するときコチとどこどこさんのコチ見に行ってる。でそのみんなが美味しいって、お客さんが絶対美味しいって思うものを仕入れて、それに後藤シェフのエッセンスを加えて、その食材を生きるように出してる。だからあの気に入ってる食材とあの気に入らない食材とあるんです。あ、それはありますね。こっちにはクリームソース、こっちは油分を全く持たない魚だから、うん、こっちにクリームソースとかの油脂分のソースで、エストラゴンを使ってホワイトポルトを使ってやってたんですよ、うん、ほとんどもう大体スペシャリティがあるんです、後藤シェフは。で日高シェフはもうモロヘイヤとか岩のりとかいろんなものを来たのを、僕だったらこうやって使うって、日本の食材こうやって使うって言って無理くり使っていくんですよ。無理くり使っていってすげえ、で日高さん色に染めていく。だから泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギス。なるほどね。ね、これなんか見てると生き方とかも、豊臣秀吉ってすんごい人に気使ったんです。ですんごいあの日高シェフの言葉ってすごい人を傷つけない言葉、うん、後藤シェフはカッターみたいに来るんですけど、うん、それでも言ってることは正当なんです。で時代の寵児だったと思うんです、あの頃ちゃんと、うん、あの僕が見てるのもう僕が惚れたぐらいなんで、僕が惚れるってないですよ。なんでやっぱ素材の使い方からその人の生き方とか生き様って分かるんです。なんであの後藤シェフは料理人の生き様っていうのをすごく大事にした武士みたいな人、うん、で日高シェフはやはりこう人を大事にして、人をこうどうやって生かすかって考えながら、あの豊臣秀吉って何かいいことすると領地とかあげたんです、ご褒美をちゃんとねやっていきたい、うん、なんですごい生き方と素材の使い方がやはりイコールになるので、皆さんも人間力をつけてください。はい、これから多分そういうのがないと大変だと思います。徳川家康は、徳川家康はいろんな作戦を使って友達を多くして、審判戸様譜代大名とかをいっぱい作って、でちゃんと安定した政権を作り、はい、こうやっていった人です。で一応僕はそういう風になれる、不思議ですね、やはりそういう織田信長と豊臣秀吉と人生を共にした徳川家康はそうなったっていう。で今織田信長を見て豊臣秀吉を見て、でやっぱそうなるんですね、うん、人は、はい、でやっぱ絶対そうなんですよ。コロナの時も絶対負けないようにいろんな戦の時に仕掛けて、ちゃんと僕も徳川四天王という4人のスタッフをちゃんと、うん、やっぱり自分が信用を受けるあれは4人だってなっちゃうんですよ。だって今考えてみると徳川家康です。これは、うん、これも奥田さんのその本のどっかにちょっと入れましょう。面白いですよ、うん、対談の後ろでもいいや、うんうん、そうですよ、もう まさに、うん、まさに時代の寵児で、あの、うん、でそのやっぱ切れ者でいろいろやると、うん、そうですよ、面白い、今気づきました。でやっぱり日高シェフって人付き合いとか言葉遣い上手だなって思ってた、うん、だから日高シェフは NHK に出るんですよ、よく。そうなんですよ、うん、綺麗ですよね、綺麗な言葉で、すごい綺麗、そうまさに豊臣秀吉です、うんうん、言われてみましたもんね、確かに。そうそうです、で最終的に天下党の奥田さんだね。最後は俺だ、そこで死にたいからね。そういう気はないんですけど、死ねは俺だ。安定することは考えてる。安定ね。今日もいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんと師匠、素敵な師匠がいるってことはいいことですよ。はい、師匠を大事にしていきましょう、ね。この3人と
本を作ってらっしゃる方、撮影していただいてる愛さん、今清水さん、ありがとうございます。なんかね、本当に YouTube ってね、こうやって好き勝手っていうか、いろんなことをこう配信できるのもやっぱりいいツールだと思いますし、はい、ただやっぱり今日のあれもそうですけど、やっぱりね、我々のやっぱ思いと、それから昔からのこうつながりであったりとか、つながりがあるから今がここにあるっていう、なんかそういうものを一人でも多くこう見ていただければいいなっていうふうに、こういう企画を作りました。ぜひ今現在じゃなくてですね、将来の遠いところにあなたがいるってことを考えていただいて、今を楽しみながら努力をして将来の夢を向かって、頑張ってみてください。そうするとこういう人になりますね、今年で。将来の都会イエス、はい、ちゃんと、いや、心のふるさとがあるってことはいいことで、うん、はい、師匠を大事に、ついた人を大事に、友達を大事に、人を大事にしてください、はい、ということで、また、改めていろんな企画をします。じゃあチャオですか。チャオ。はい。チャオ。おば。プラス。はい。今日のデザートは、デリズアルリモーネ。まあ、南イタリアソレント半島のお菓子で、まあ、ここはレモンがたっぷりと取れるような地区なので、いろいろレストランによってレシピは違うんですけども、スポンジ生地にレモンのジャム、あとはレモンのソルベ、でレモン風味のクリームを合わせて、最後にレモンの皮とナッツを合わせた、もうレモンをふんだんに使ったデザートでございます。